タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2021年の11月2日火曜日、私現在茨城県の県庁所在地水戸市の水戸駅に来ております。でですね、とりあえずそう、今日はね、あくまでね、隣町の大洗というところに来たんですけれども、まあ、ちょっとね時間持て余したんで、せっかくだから水戸の方にやってきたんですよ。でも時間が今だいたい7時30分ぐらいなんですけども、まあ、ちょっとね、なんだろう、軽くちょっとここでなんか立って、それから大洗にもう戻ろうかなと思います。で、向こうでちょっとね、あれやりたいんですよ、ライブ配信やりたいんで、9時ぐらいまでに大洗に戻れるようにちょっと頑張りたいと思います。で、なんかね、茨城県らしい食べ物なんかないかなと思って探したんですけども、なんかそれらしいものがあんまり見当たらないんですよね、今回ね。まあ、もしなんかそれっぽいものがあれば、ここで何か食べて、それから、大洗に戻りたいと思いますので、じゃあ何卒よろしくお願いします。まあ、茨城県らしいものがなくても普通になんか普通になんかご飯食べてきます。ではよろしくお願いいたします。まあ、茨城県らしいものといえばなんだろう、納豆か、まあ、あと海産物って結構特徴が出るから、そういうところかぐらいにはなると思うんですけれども、まあね、北海道民が水戸まで来てわざわざ北海道料理なんか食べるっていうのもちょっと微妙ですからね。ちなみに大洗方面鹿島臨海鉄道は、まあ、何もなければ次が19時56分で、次が大洗行きの20時20分で42分、あと1時間に2本ペースで、まあ、8時台9時台ぐらい出てるので、まあ、どっかで適当に戻りたいと思います。まあ、十数分でね、大洗には着くんで、そんなに慌てなくても大丈夫ではあります。まあ、ここが回転寿司屋さんなんですけれども、メニューがどうかな、260円、あ、しかも税抜きですよ、330円、190円、そうそう、ちょっとお値段高いですね。お寿司は値段が高くて、まあ、そしたらここの吉野家でいいかって感じですけどね。どうしますか、吉野家にしますか。吉野家の牛丼でネギラー油牛丼食べました。並サイズで税込み544円、まあ、ちょっとポイント使ったんで500円ジャストで食べました。まあ、ということで、あと20分ぐらいで大洗方面に行ける電車が出るんですけども、とりあえずね、水戸といえばね、もう一個ね、なんか紹介しといた方がいいかなってものがあったんですよ。さっきはね、ずっと北口の方にいたんですけども、水府提灯とか、あの辺の水戸城の大手門とか、あの学校もとか、ああいうところは全部そう北口にあったんですけども、今来てるのが南口の方です。ここに水戸の納豆記念碑というのがありまして、ここには納豆の、ね、由来が書かれています。ちょっと私は暗くて読めないんですけれども、まあ、簡単に言うと、御三年の駅1083年の時に、まあ、たまたまできました的なことが書いてあるという感じです。まあ、煮豆が臭くて納豆になったという、そういう、ね、逸話が残っていますけれども、まあ、水戸が納豆で有名になったのは明治時代、水戸駅のホームでお土産として売られてからということです。そう、だから、まあ、昔はこの藁に包んだ納豆というのがスタンダードだったんですけれども、今発泡スチロールのプラスチックのパックで包装された納豆というのがスタンダードじゃないですか。あれを開発したのが北海道大学の、半沢なんだか教授っていう教授で、北海道大学の農学部に行くとね、その辺の記念碑があるんですけども、農学部の中に。ただあそこ撮影禁止なんで、ちょっとね、あんまり詳しいことはお伝えできないというのがちょっと悲しいところではあります。ということで、改めまして水戸駅、また8番線でしたっけ、8番線の鹿島臨海鉄道に乗りまして、こっち側のこの島々になっているから、こっちの多分1本の黒いラインになっている、こちらの鹿島臨海鉄道大洗鹿島線、これに乗りまして、あと15分後ぐらいに大洗の方に戻りたいと思います。ちなみに今日は三王子さんの鬼ごっこ2の最終回が今日の今から始まってるんですよ。私はちょうどね、
茨城県の水戸にいるんですけれども、でも茨城県っていうのは、まあ、北海道ほどの広さじゃないのは分かるんですけども、結構いろんなところ、山から海からいろんなものがあるっていうのはなんか見てて分かります。だからこれ鹿島ってこうずっと鹿島地域がずっと行って、ここが千葉県との境目で、この辺が多分犬吠埼ってやつかな、銚子ので、鹿島臨海鉄道っていうのはその辺ぐらいまでずっと通ってるんですよね。通ってるんですけれども、まあ、今回我々はここの大洗、これですね、ほんの一部の区間だけ乗ってます。まあ、あくまでもそう、たまたま、何回も言いますけれども、たまたま時間できたんで水戸の方にじゃあついてたから寄り道すんでということで寄り道してるだけで、本来私は、ね、大洗でずっと時間潰そうと思ってましたから、だからこっちの方はなんかたまたまやってきたんで面白そうなものを見つけて、まあ、歩いたっていう、ただそれだけです。結局吉牛食べておしまいだったんですけれども、ご飯は。だから大洗行っても多分もう店開いてないだろうな、開いててそれっぽいものがあったら1品ぐらい食べてもいいような気がしますけれども、さすがにもうこういうご時世ですし難しいでしょう。というわけで今度は水戸から大洗まで330円で戻りたいと思います。改札は、ね、普通に通れるんですよね。で、8番線で20時20分発、下の方の20時20分大洗まあ、どれだけいますかね、お客さんがこの時間帯。さっきはね、折り返しの列車すごくね、ごっそり乗るんだろうなみたいな感じで人がいて、ちょっとホームのところでなんかカメラ撮影するわけにいかなかったって、そういう感じだったんで、だから急に多分水戸駅か改札のあたりか、改札のあたりの画面になったと思うんですけども、あ、さっきほどじゃないけど、まあまあやっぱり並んでるな、なんやかんや。やっぱり関東ってやっぱり人がいるんだね。人がいるんでやっぱりそこそこ並んじゃうんだ。これなんかは水戸線直通の小山行きって書いてますけどね、1,2,3,4,5、やっぱり6両。ということで大洗駅に戻ってまいりました。ちなみにちょうど鬼ごっこの最終回の西園寺チームの勝ち確のところまで見ることができました。これ続編ありますよね、ちょっとね。今ちょうどこういうところです。本当にリアル、本当にリアルタイムに。まあ、ちなみにこの列車はここ終点が大洗なんで、もう中の電気はすっかり消えてしまいました。ちょっとね、この鹿島臨海鉄道っていうのを初めて乗りましたけれども、まあ、これはともかくじゃあ改札出ましょうか。あ、そして早速アルパンの定時に戻ってきました。今度また半端ないですけれども、こんなのもありますよ。これなんだ、JR 東の駅長対抗、茨城の魅力総選挙。これ
公表はこちらからということで、まあ、10月21日までになって、今日11月になっちゃってるんで、もう終わってますけれども、あ、ちなみにこっちがね、これリアルな大洗高騰があって、で、そうですね、この切符もらえるかな、ちょっと聞いてみましょう。無効印だけいただいて、この切符をお土産としていただくことができました。もう駅の中ではこれでもかっていうぐらいね、ガルパンのキャラの皆さんがお出迎えしてますけれども、そういえば駅近辺の、あ、ここにお手洗いあった、お手洗いがここに、そしてお手洗いの脇にこちらの方にも顔出し看板があって、さっきちょっとこっちの方に学生さんがいたんで、ちょっと控えめにしか撮ってないんですけども、これがあれですよね、大洗いなんだかって学校の制服なんですよね。あと私キャラクターのことはよくわかんないですけど、この秋山さんってだけは知ってますけどね、秋山なんだかさん、まあ、それはいいんですよ。でこう、ここの顔出し看板のここの脇にはなんだっけ、荒いっぺでしたっけ、大洗いのマスコットキャラクターメデューサのような髪をしたシラス星。じゃあ時刻も20時50分ぐらいになりましたし、あ、ぼちぼち、そしたらばライブ配信の方でも始めましょうかね。どうですかね、ちょっとヒントとなるようなものはツイッターとかには流したんですけれども、まあ、大洗いに来てるっていう風に気づいてた方は何人いらっしゃるか。多分はね、一人には気づかれてるっぽいんですよ。何も言わずに、なんか、どっかのこう、ロビーっぽいなっていう写真をパッと上げたら、三井商船フェリーですかって、商船三井フェリーですかって突っ込まれたんで、まあ、ちょっと、お茶を、なんか、すごく答えを濁してね、まあ、その時に、ライブ配信の時に言いますみたいなこと言ってたんですけども、あの方は多分ね、バレてると思うんですけれどね、他の方はね、あれで気づいてたのはすごいなって気はしますけれども。そう、本州に行くとしか言ってないんですよ。北海道離れて、まあ、九州、四国、本州だったら本州に行くとしか言ってないんで、まあ、あとはね、どれだけね、ここだっていうふうに行き先が分かったか、皆さんね。よいしょ。じゃあ、ライブ配信早速始めていきたいと思います。ちょうど先ほどライブ配信を終わらせることができました。大洗いのこの駅からフェリーターミナルの近くまで行って、で、まあ、折り返してきて、まあ、1時間ぐだぐだ喋ってるって、ただそれだけのそういった内容なんですけれども、まあ、お越しいただいた皆さんどうもありがとうございます。スパチャをいただいた方、ね、もうね、本当にありがとうございます。で、まあ、こちらは何回も紹介してるから、まあ、いいとして、これ今気づいたんですけど、この自販機の色が、鹿島臨海鉄道の列車の色がこんな色だったなと思って今見ております。まあ、脇には鹿島臨海鉄道臨鉄応援団ということで、公式ツイッターやってますという、そういう宣伝もしております。で、こっちはね、もうさっきから人がいっぱいね、いたんで、この辺に一人二人は大体いつも座ってたんで、あまりちゃんと紹介できなかったんですけども、この方の名前は何て言うんでしょうね。もうね、ガルパンは何回も言ってますけども、全然ストーリーとかキャラクターとか知りませんから、なんか唯一秋山さんって人がいるなってのは知ってますって、それぐらいしか知らないんで、まあ、ということで、そう、ガルパン絡みのなんかサインとか、これあれかな、声優さんとかのサインかな、あとは原作者さんか何かのなんかアニメーターさんとかのサインが書かれています。これは何でしょう。平成25年に声優の中上なんとかさんがインフォメーションに来ていただきましたということで、なんかノートにささっと書いてますけども、これもね、いい記念になってますよね。そしてこれも何回見たかって感じですけど、届く前から、これはちなみに大洗いのイベントの予定が書いてあるやつか。だから、なんだ、海水浴場の開設期間が7月から1ヶ月間、あとはヨットレース、ビーチバレー、エアショー、
沢上チャレンジシリーズなんちゃらなんちゃらと書いてあって、今ちょうどやってるのがこの菊祭りですね。さっきそあの磯崎神社に行ったらやってましたもんね。これはもうちょっと先、23日の祝日までやるみたいです。でこのヨットレースとかビーチバレー大会とかが、マリンタワー前芝生広場でやるってことで、あのマリンタワーの近くっていうか横ってなんかもう無駄に芝生の広いところがあるじゃないですか。あ、これか、ごめんなさい、これか、大洗春祭り海楽フェスタとか、それから商工感謝祭とかアンコウ祭りとか、あ、これもありますね、これもありますけど、だからあの芝生広場も結構有効活用されてるんですね。あ、でも全然関係ないけど、でっかいカメラがここにあるんですよ。あのよくね、あのお宅の皆さんがこれね、だいたい1人1個ぐらい持ってますけど、こういうカメラ、この中に鉄オタの方でもいるんでしょうか。じゃあまあ名残惜しいところはあるんですけれども、大洗駅を後にしまして、じゃあマリンタワーじゃないしフェリーターミナルの方に戻りたいと思います。なんか今回ちょっとツアーの関係上こういうような工程しか組めなかったんですけれども、また何か予定をうまく組んで予算も組んで、あの大洗に遊びに来てもいいですね。だから今度はなんか船じゃなくて、なんか鹿島臨海鉄道を乗って銚子からずっと乗ってくるとか、そういうことをやっても面白いかもわかんないです。まあちょっといろいろ考えています。駅前のロータリーにはなんかモニュメントが2つありまして、1つはこのイルカの像、これはさっきは全然紹介してなかったんですけれども、ちょっと中に入りづらいんでここから見ますけれども、これはあの水族館アクアワールドっていうのが、あのさっき自転車で伊佐崎神社まで行ったんですけれども、あの道をさらにまっすぐ行くと、あのなどの辺だったかな、それこそひたちなか市との境目あたりに水族館があるんですよ。でそれの絡みで作られた像みたいです、これイルカの像で、なんでイルカだろうねみたいな話をしたら、視聴者さんご覧になった方がコメントで、そう水族館があるからですよって、ね、教えてくださいました。でまさにその通りですという像と、それからさっきはちらっと紹介したんですけども、向こうの方のカジキの像ですね。あれはちょっと今向こうの方に行って説明しますね。これですね、このカジキの像、カジキマグロの像と、それからこっちの方にはこれも何らかの像で、そしてこっちにはあの船に乗ってるおじさんの像がありますけれども、カジキ釣ってるやつ。これですね、この像なんですけれども、この像のタイトルはカジキの宝庫大洗の海ということで、大洗を含む、まあ、茨城県沖はカジキの好漁場だっていうのは、まあ、さっきから話している通りです。カジキが有名だという。でモニュメントは巨大カジキと老人の死闘を描いたヘミングウェイ、アーネスト・ヘミングウェイってあのノーベル賞作家いるじゃないですか。あの方の代表作の老人と海をモチーフにこれ作られたそうです。あ、これとかで、それをモチーフに勇気を持って海に挑戦する人間を描いてますという、そういうことだそうです。起草が茨城フィルフィッシュトーナメントネットワーク、大洗カジキミュージアム、あのカジキミュージアムって、そうさっきなんか閉店間際に店の前に行って、なんかここにもカジキいますわって言ったあそこですね、の像がまあここにあるということだそうです。まあ、ちなみにね、これちゃんと防犯カメラも作動してますからね、あの、まあ、入ることはまずできないと思うんですけど、手を触れるのもダメですからね、触れてやるとかできませんからね。そしてここには大洗町出身の力士アクア関というね方がいるみたいで、アクア頑張れというふうにここに書いてます。立浪部屋関東後援会大洗町ということで、立浪部屋の力士さんなのかな、だそうです。じゃあ大洗の駅を後にしまして、フェリーターミナルに戻って、あとは船に乗るだけっていう感じにしましょうか。あ、今日はあれですよね、2時にフェリーターミナルに着いて、で、まあ、すぐ行ったのがマリンタワー で、そこから自転車借りて磯崎神社と、それから古墳群のあたり行って、でその後ちょっと日も暮れてきたんで、じゃあ水戸の方に行くかということで、水戸の方にちょっとだけ寄り道しまして、あの水戸城のね、あの辺のあたりをちょっと見て回りましたって感じです。でそれで吉牛でご飯食べて帰ってきて、でライブ配信やってという感じですけどね、まあ日帰りの弾丸旅行にしてはまあまあな感じだったんじゃないかな。あとこれをうまくちゃんとね、皆さんに良さをお伝えできれればいいんですけれども、
ここの止まれのこういう表示あるじゃないですか。これが大洗いのゆるキャラ、なんだっけ、洗いってになってますよ。大洗い町交通安全母の会ということで、お母さんの皆さんがこれをね考えたみたいです。猫が、まあ、ちょっとねこのビデオカメラだとあんまりこう魅力をお伝えできないんですけれども、星空がねとっても綺麗なんですよ。今日ね本当に雲一つないって感じなんですよ。なんか札幌はすごい雨降ってるらしいんですけど今ね。で今日はこの道を何往復したかって感じですけども、大洗駅に行くのに1回で、ライブ配信で1往復でまた戻って1回で、ね、地味に2往復してるんですよ。 700m を2往復ですから、まあ、たかだか 2.8km で、まあ、そんな日頃言うようなそういう距離ではないんですけどね。でもその他にも自転車乗ったりとか、水戸でちょっとぐるっとお城の周り回ったりとかしてますから、まあ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 歩いてます。まあいいです。どうせ船乗ったら、まあ、あとはなんか船の様子紹介してゴロゴロして、やった苫小牧に着いたとか言ってればいいですから。ここにもなんか公園のようなものがあります。まあ誰もいないから大丈夫でしょう。これは何だろう、都市計画道路駅前海岸線について、大洗の玄関口である鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の大洗駅と沿岸部の大洗港、大洗、違う、茨城港大洗港区周辺を結ぶ重要な道路でありますということです。これはここにも書いてますけども、津波発生時に沿岸部の住民や観光客を安全で速やかに高台にある大洗駅まで避難誘導する役割を担ってますということで、なんか随分立派な町だなと思ったらば、町っていうか随分立派な道路だなと思ったら、万一でっかい津波が来た時に、とりあえずちょっとボケちゃいましたけど、こっちまで逃げてくれという、そういうようなルートなんですね。ちょっとごめんなさい、なんかボケちゃった。ボケちゃったけど、まああっちの方が大洗駅なんですよ。で、そこまで逃げてっていう。で、まあ700メートルぐらいだから、まあ足腰が丈夫だったら、まあ、かろうじてまあ、死ぬよりはまあ息切らしてへいへい言ってればいいんじゃないっていうような、そういうのにはちょうどいいかもわかんないです。まあでもね、この辺もなんかそっちの方にちょっと小高いところがあったりとかするんで、まあ場所によっては逃げるときに一気にそう30メートル、40メートル、結構急でしたけれども。万一のときは、まあちょっと津波を回避することができなくはないかなって感じでしょうかね。多分10年前の津波、東日本大震災のときもそれなりに津波が来たでしょうから、ここも。ちょっとどこまで津波来たかわかんないですけど、まあそれなりに来たんじゃないかなと思います。こっからフェリーターミナルに行くのはいいんですけれども、本当にお店らしいお店がないんですよ。まあ船の中入ったら、なんだろう、自販機みたいのがあって、まあお酒はともかくね、まあ飲まないからいいんですけれど、私は軽いなんか食事とか飲み物とかを普通に売ってるから、まあそれでなんか船の中で今回ゆっくりしようかなと思います。さっき乗ってきた夕方便のサンフラワー知床じゃないや、札幌みたいになんかレストランのバイキングが充実してるとかそういうことはないみたいです。割と今度はね質素な作りの船になるんで、まあ、ちょっとその辺はねさっきと比べてどうかっていうのを見ることができるんじゃないかなと思います。だから、ね、食事代で費やしたのは多分なんだろう、水戸駅の吉牛と、まあ、船の中のバイキング朝と合わせて2600円で、まあ、3000円ぐらいしか使ってないって感じです。実は飲み物はちょこちょこ買ってますけどね。あとこういうところにお好み焼き屋さんとかがあったりとかして、まあこれはまた機械見てこういうところに立ち寄って見ても面白いかもわかんないです。ここに何かありますよ、ファーストアニバーサリー。ちょっとあれか、あの VTuber のね茨日和さんという方がいて、これはやっぱり茨城県としてすごく推してるみたいですけれども、まあその下の方にちょっと何ですと、こちらのイラストはガルパン公認本ガールズ&パンガールズ&パンツァ最終章お疲れ様でした本っていう、本違う、本って名前がついてるんだからお疲れ様でした本に決まってるじゃないか、皆様お疲れ様でした本、ああ長いわに掲載されています。こちらの本は、現在受注受付中です。1月26日まで
通販サイトはバンダイナムコ通、バンダイナムコアーツ公式オンラインショップ A4 ストア内のガールズ&パンツァー最終本、購入本特集ページの URL、こいつを探ってくださいみたいに書いてます。この感じからして、そうか、ここのお好み焼き屋さんで食べてるシーンだから、まあ、ここのお好み焼き屋さんで紹介してるんだろうなっていう、そういうことでしょうね。だからこういう観光がちゃんと成り立ってるのがすごいですよね。これも言うて、あの駅前の海町テラスですから、そう、あの早い時間にもう少し来れて、もう少しお腹空いてたらここでご飯食べようとも思ってたんですよ。5時閉まりだったんですけども、ここのね、海鮮だかなんだかっていうのもなんか大洗っぽくて良かったんですけど、これもちょっとね、食べ損なっちゃいましたね。ちょっと食事に関しては今回は心残りが相当大きいかなという感じです。まあでも、あともう少しでちょっと歩けばもうフェリーターミナルです。まあ、あそこら辺に着いてからまたちょっと回り道しますけれども、まあ大した距離ではないです。ここにもガルパンの上りがいっぱいぶら下がっていますけど、のれんみたいにぶら下がってますけれども、ここのお店はですね、なんか株式会社 T&T 水産加工ヨゴロウ商店って書いてます。水産加工のお店があるっていうか、そういうところがあるってことは、もうここが港町なんだなっていう、漁港町なんだなってよくわかりますね。でも本当に、ね、びっくりするぐらい夜のお店がないんですが、コンビニぐらいないかなと思って今歩いてるんですけども、このルートにはコンビニはないです。さっきも言った通り、ファミリーマートちょっと横にそれればあるっちゃあるんですけど、あそこまではさすがに歩きで行くのは辛い。まあ、ということで、フェリーターミナルの鳩場に泊まってます。サンフラワー知床。次は、まあ、これに乗って、苫小牧に帰るという感じでしょうか。というような絵が撮れるぐらい、だいぶフェリーターミナルに近づいてまいりました。ちょっとここから回り道しなくちゃいけないのがちょっと面倒っちいところではあるんですけど、まあいいでしょう。まあ、そしてさすがに学習しました。これを押さないと青信号になってくれないボタンポチッとなと。もう書いてあるんですよ。歩行者信号、歩行者専用ボタン。押しボタンを押さないと信号は変わりませんというふうに思いっきり言われております。押さなかったら一生ここで赤のまま立ちすくんでろみたいな、そういうような脅し文句が書かれてるんですけれども。あとこれですね。パノラマ展望室はいいんですよ。この下のガルパン喫茶。これはまた定休日じゃないときに行きましょうね。あそこのカジキカツカレーだけはすっごい心残りなんですよ。あ、ちょっとひんやりしてきましたね。大洗も北海道ほどじゃないですけれども、まあ、こういったトラックが、そう、本州から北海道に行くんですよね。まあ、全部がこれ北海道行きになるわけではないでしょうけれども、でもまあ中には北海道に行くやつもあるんですよね、きっとね。でそういうのも積み込んで、そう、北海道の物流の海の拠点苫小牧まで行くわけですよ。まあということで、このフェリーターミナルへの入り口のこのゲートまでやってきました。大洗ウェルカム大洗カーフェリーポートって書いてます。まあ、基本フェリーって車がついてるんですけどね。まあ、歩きの客もたまにはいるわけで、ここにも書いてます。港湾関係者利用者以外一般車両進入禁止。あ、一般車両が禁止ってことですね。私はだから車だからだったらば、まあ、あのフェリー使うときだけにしてくれっていうふうに言われますけども、歩きの客は別にっていう感じっぽいです。あれですよね、大洗のフェリーターミナルもフェリーターミナルから普通の一般の道まで行くのにもそんなに距離がないですね。やっぱり苫小牧の西港がちょっと鬼のように広すぎるっていう、それがあるんでしょうね。で、そう、向こう着いたら、そう、だいたい8時ちょっと前じゃないですか。で、その時にバスがないんですよ。で、しかも歩くのめんどくさいんですよ、正直ね。歩いていけなくはないけど、まあ、できれば歩きたくないみたいな感じなんで、まあ、それはタクシーを使いましょう、今回は諦めて。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。
通知もオンにしてね。